はい、今回も誰やねんを紹介しましょう。誰ですか、あなたは。マラッツィーナ。ねえ、誰でしょう。まあでもこれ、ミラクルキエボの時のエースストライカーじゃないのかな、多分。詳しくは知らないけど。そんな感じやな。一応なんかキャリア見てても、なんかもう、このミラクルキエボの時が多分キャリアのハイライトで、その後はなんかもう点々としてるって感じで、で引退は別に特に何もしてる感じではなさそうかな。そう、で一応キャリア見たらなんか一応ね、あのアッズーリに選ばれることがあるらしくて、ただキャップ数持ってないんで、ただ選ばれただけとこういう感じじゃないでしょうか。別になんか監督やってるとかね、まあそういったこと一切ないんで、まあでもね、何度もまあ紹介してますけど、あの時のね、ミラクルキエボ442デルネーリのね、デルネーリもあれがピークやってんね。その後何やってもダメでしょやっぱさ、監督って自分の肩持ってることは大事やけど、なんかこうアップデートできひんやつって終わりよね。ザッケロイもそうやんね。え、なんか過去の栄光だけで日本代表来たけど、結局蓋開けてみたらボロボロやん。そういうのはダメだよね。そのパティンあるからな。だから森谷さんがやばいじゃん。ねえ。ずーっとなんか3バックにこだわったりしてるやん。なんかあったら3バックみたいなさ。お前いつの時代の人間みたいな。まあ今回もね、日本代表発表されましたけども。河辺やったっけ？あんまいるかっていう。絶対いらんやろみたいな。はい。まあそんな感じでね。ミラクルキエボのこの時でもフォワードこのマラッツィーになったんかな。もう一人おらんかった、もう一人ってこう誇らんかったんっけ。あの時でもほぼイタリア人やったんやな。それがすごいって言われてんだっけ。イタリア人だけでなんかすごく旋風を起こしたって言われてんのかな。ちょっとあんま記憶ないわ。っていう感じで、ミラクルキエボのね、核弾頭ということで爆撃かな、マラッツィーナでした。